餌巻いてみよう。はい、どうやって巻きますか。予算とな。これ使いますか。これでもいいよ。ここあんまり遠くに投げんけん。いいよこれ。初めてね。めっちゃ柔らかいな。これ柔らかいんですか。うん、ちょっと やってみよう。まあ、カップの多すぎるな。カップの7分目、8分目。7分目。あ、そうそうそう。こんなん。すごい。あ、それでも。そのぐらいでいい。どのあたり？何メートル？ちょっと先。ちょっと先。ちょっとやってみて。えい。あ、うまい。その辺。駆動？お。お、上手じゃん。あのぐらい飛んだらもう十分ね。もう釣ったようなもんだよな。釣ったようなもんですか？ほら。マキーナ。ファインスペシャル2、うん、780。長い。長かったら坂まで行けるの。確かに。思いっきりやってみていい？うん、どこまで行くか。お、うまいが。ほら。お、すげえが。楽しい、うん。この長さは何で選ぶんですか？長さ？はい。好み。好み。ベタ。そう。まあ長い方が遠くに巻きやすいいう。とはあるわな。なんか手前釣るんだったらもうこのぐらいの長さでもいいです。なこれが刺し餌、はい、はい。巻き餌を巻いた後につける、うん、今度これを針つけて。それなんか黄色くないですか。チヌとかタイは黄色がよく見えるらしい。へー。でわざと染めてある、うんうん、だから最近のチヌ用の餌は黄色多いな。へー。じゃあ黄色の方が釣りやすいところですね、うん、頭取る。頭取る、うん、頭いらん。頭取ってお腹側を内向きね、はい、背中の肩を外してこれこう。これ今ガワカツの針ナノスムースいて刺りが勝手にピューッと刺さっていくけど、で一番針刺さるところがある、はい、あれをこれ尻尾のところ硬いんよ、はい、ここでひくっと引っかけるこれだけ。へー。頭取る、うん、うまいな頭取るの。やべえ。やべえ。多分刺したら分かると思う。スーッともう 針が勝手にちょっと丸める感じでな、勝手に刺さっていくと思う。すごい。あ、すごい。やばいじゃろガマカツの針。すごい。おお。で針先を硬いところで、硬いの分かる針。ちょっと硬いじゃろ尻尾の先が。わ、これで合ってんのかな。うん。え、これで合ってます。もう釣ったようなもんじゃわ。釣ったようなもん、やったぜ。そこでポチョンとここ、おいじゃ、うん、こう、押す。そう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 。で、で、深瀬釣りのな、竿先、絶えず水面の近くに、うん、で、あの黄色いのがゆっくり入っていきょるじゃろ、浮きの下のあのストッパー、はい、あれをどんどん入れてやって、で、餌を巻きながら巻く。うん、もう今のぐらいの流れだったら浮きのとこで浮きのところ、うん、イメージは浮きを囲むように巻いた方がいいな。囲むように、うん、じゃあ、はい、うまいな。褒めてくれる、ね、針の時は全然褒めてくれなかったけど。針はいけん、もういいとなるよ。多分もう糸が針おるけん、はい、もっと糸出さんといけ。これね、開けるこういうこと、うん、パラン程度に針そうになったらパラパラっと出して、どん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 落ちていきますね、うん。でまあ、C って言ったら、まあ、あとあとでいいんだけど、だんだん糸をなたまにこうやって返してやって、どうしても風がこう吹き寄るけ糸が先に取られるけな、竿先だけはずっと下げたまま、はい、なんならもう穂先を海つけてもいいぐらい。へえ。これ釣れたらどういう感じになるんですか。釣れたらな、浮きがブシューッと入るか、へえ、いきなり竿バーンとくる。怖っ。ほんならギュッとギュッとサクッてやったらいい。軽くで。この時間は浮きを見とくタイムですか。うん、いい感じの流れだな。めちゃくちゃ、これはいい感じの流れなんですか。うん。へえ、ドキドキ。あの浮きがブシューッと入っていくけん、ほな慌てんでもいいけん、こう糸、たるんどる糸があるが、はい、それをゆっくり取ってよいしょって合わせやったら。へえ。ここ開いてますけどいいんですか。閉めに行け。それ忘れるけんなよ。こうピュッて入った瞬間パチッて止めないとダメってことですね、うん。これでもひたすら待つだけ、うん、深いけんな。絵が持たんね。喋りがあれば大丈夫。出した方がいいですか、うん、ちょっとずつな。
理想は原と緩めるんだけど、なかなかそういかんよな。難しいですね、うん、めちゃくちゃ流れましたね。これは緩い方よ。緩い方なんですか、うん、緩くてあんなとこまで行くの。これ緩くて釣りやすい方。へえ。一遍上げてみる。上げる、うん、餌丼の中釣れとったら面白いのにな。さすがに何の感触もないです。残念ながら残念ながら残念ながら何も感触ないです、ね、やっぱり結構仕掛けはここから上がってきよるけ、下は流れてないよな。上の糸だけ流れていって。お、釣れとるな。まだおる。まあ、もう一遍すっぽい出て、そしてパチ、うん、で巻き絵をする。最初糸ちょっと多めに出しておいて、もっともっと最初大量に出しておいて、ほい、うん、ええな。もう潮的にはいい時間帯に来たけどな。どんどんライン入っていくな。餌取りだな。ほら餌取っとる。なんかおるな。すごっ。あのぐらいしゃくったらヒュンって言いましたもんね、うん、あのぐらいしゃくったらいいか。あのぐらいしゃくらんといいな。勝手に喉の奥まで飲んでくるやつもおるけどな。口にかけようと思ったら、うん、思い切りやないとダメってことですね、うん、ワンチャンあるかも、うん、ワンチャンでいいのにな。とりあえずな。とりあえずふかせ釣りの魅力って何ですか。ふかせ釣り、今日もそうだけど餌撒いて、はい、餌がどの辺にどういう風に流れるか一頭一頭イメージして、うんうんうん、でその中へ自分が上手に仕掛けを流し込んでいって、うん、自分で計算していって合わせていって、ゲームっぽいよな。あ、全然違うね。違うな。お、来た。お、もうボシューって言った。今の浮いとったなっていうのが。でもこれは上の方で食ったわ。仕掛けが馴染みおる時中に。へえ。やった、釣れてる、うん。うん。釣れるわ。希望が。うん。まあ今ちょっと潮が大きい、結構払い出す潮が早いんで、巻き餌をできるだけ足元、この壁際に巻いといて、餌が出ていかないように。仕掛けもその中でできるだけあるように。ラインのせいなんかなと思ってんですけど。え、入ってる？仕掛けもその中でできる。マジ？お、来た来た。あ、おお、来た来た。マジ？やった。うん、もっとサワー立てて。立てる。そうそうそう。これ大きいで。おお。どんな当たりした？おお、いや、ズーンって沈んでいくなーぐらいだったんですよ。これ引きを味わいながら、まかんでもいいけんな。もっとサワーをこうやってみよう。そう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 。もう巻きすぎ。巻きすぎちゃったけど、うん、もう竿巻けとくだけ。お、これでかい。お、50センチぐらいあるで、これ。嘘。ほんまに。あ、45センチぐらいかな。よっしゃ、これ大きいで45センチぐらいあるんだな。やった。やった。でかい。腕が。あ、でも上げてきたら42、3センチ。腕が。やったわ。やった。腕が痛いわ。結構沖の方やったで。やった、すげえな。疲れた。感無量です。いや、まあ、正直な感想で言うと疲れた。重かったよ。めっちゃ引きました。めちゃくちゃ多分ルアーでやった時より引いたんちゃうかな。楽しい。ギュンって曲がって、浮きはムーンって感じ。上手なんじゃな、何やらしても針結ぶのぐらいかな。マジで針苦手やわ。ここは難しいけんな、潮が複雑で。いや、本当にそうですね。あっち行ったり、うん、こっち行ったり。深すぎるしね、水深が。深い釣り場ほどやっぱり難しいと。難しいって、ね、天才かもしれん。お、あれ沈んでない。あ、ワイの方が引っかかったか、それか。え、あ、引っかかってない。嘘、当たりじゃわ。あ、いた。嘘。お、おお、めっちゃ引きおるが。あんまり巻かんでいけない。竿できるだけ思い切り曲げてやって。やべえな。来たで。来たで。言ってたら、言ってたら来たで。天才かもしれん。あー、あ、やばい。これ大きいんじゃない。めっちゃ。やべえやべえ。引く引く引く。ちょっと逆にワイ釣り方教えてや。
もうまかんでいけんな、竿だけぐーっと起こして、そう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 、竿の力で浮くけん。え、タイじゃない？チヌチヌ、違う、チヌ。あ、これもいい方じゃん。あら、ごめん。あおタイか思った。前の仕掛け低かったし、ごめんごめん。疲れた。連中だわ。しかも結構でかい。やったが。今のはちゃんとこれ当たり当たり当たりって合わせてかけたじゃん。いけたで。すげえ。やべえ。やばいっすね。意外とセンスあったかもしれん。なあ。どうしよう。意外とセンスセンスあると思うよ。クイーンって呼ばれるかもしれん。クイーンじゃな。やべえ。初心者じゃねえんだろ。初心者です。初めて餌釣りやりました。ルアーは何回かやったことはあったけど。落ちた。おお。ギョーンと来たで。あ、やっと2匹追いついた。もうやっと追いつけた。嬉しい。釣れるで今地合いだ。塩がいい。いいな、シルバー。うん。これ上がってくるとき何とも言えんじゃろ。いいですね。これを釣るのまた楽しみだな。地合いでした。地合いかなと思ったら釣れました。どうですか。あ、うまいですね。ちょっと潮の結構流れが激しい時サクサクと釣ったんで、さすがです。今日はもう100点でしょう。もう120点あげたいぐらいですよ。120点うん、あ、ちゃんと聞いとんでな。いや、もう上出来だろ。針の結ぶ練習してこい。直結はでも200点ぐらいあげたい。そうでしょうね。いや、ルアーで3匹、え、3匹釣って、チヌこっちで2匹でしょ。5匹釣ってるって天才だと思う。あ、来た。おいおい、あ、来た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 。お、マジかよ。もう地合いって怖いな。え、来てるよね。来た来た。これが地合いよ。これが地合い。すごい。あ、ほんだ。あ、これで竿をぐーっと起こそうか。ぐん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 ってくるね。もう竿の力であと浮くけんな。もう2、3回巻こうか。お、よいしょよいしょ。お、ええー、で、これもう強いよ。どうしたん。おっとっと、あー、もう来るね。これが楽しいだろう。お、みなみさんが楽しそうだ。楽しい、もう釣ってもらえたら、釣ってもらえたら楽しいわ。やったやったぜ。流れ今のも自分でフッキングしたんだね。そうですね、流れすぎてたんでちょっと一個止めてたんですよ、ね。ほんま、やべえ。天才やわ。すげえなあ。サクサクっと、ジギングもサクッと釣って、浮かせもサクッと釣って。来たよ来たよ。撮ってる撮ってる。え、私も。おー、ダブルヒット。マジか。おーおー、おー、ちょっと、あ、ドラッグがいい感じになっとるけど大丈夫じゃな。楽しんどるな。ちょっと楽しんでみて。お、中に入るよ。ちょっと前突き出すようなイメージで。うまいな。お、そんな大きくない。お、なんか言い出したら。ちょっと魚の重さ味わってや。めちゃくちゃ引きますやん。めっちゃ引きおるな。あらら、どこ行った。だ、よいしょ。みなみさんのやつの方がでっかいでしょ。いや、やべえな、ダブルヒットでな。あー、リールがぐるぐる回りおる。ぐるぐる回りながら、ちょっとサイズアップ。地合いよ、地合いは怖いですね。ダブルヒットやべえ、まさかの。いや、南さんが先に釣っちゃってボーっと見てたけど、いや、私でも自分のも見とこうと思ったら、浮きがムーンってまた入ってまたからムーンって入ってました。まあ、ワイの武将って入ってる。これ4匹目じゃない。お、もう3匹目。やっと、やっと3匹目。勝った勝った。もうダメじゃわ。もうキングやめねえけ。私がクイーンになります。楽しいだろ。でもめちゃくちゃ楽しいです。こんなに釣れると思ってなかった。めっちゃ引き味わったな。はい、考えて釣るのが楽しいですね。そな、この答えがあった時な。考えてみようと思う。考えましたよ。まあ、釣ったら何とでも言えるけどな。言っとかんと。竿を曲げても魚が怒らないイナシステムを搭載したスーパープレシード E3。
Okay.